皆さんこんにちは。博報堂 XR のセッションへようこそ。このセッションでは XR を活用したマーケティング拡張の可能性についてお話をしたいというふうに思っています。私、株式会社博報堂クリエイティブディレクター、博報堂 XR リーダーの尾崎と申します。よろしくお願いします。まず博報堂 XR のご紹介をさせてください。私たちは交わる世界でまだない会をというメッセージで、この XR 空間領域で新しい付加価値を提供するということを、マーケティングコミュニケーションのみならずビジネスの領域においてもサポートできるような体制で活動をしていきたいというふうに思っています。具体的な組織なんですけれども、この博報堂 XR は博報堂 DY グループ内のさまざまな強みを持つ企業の横断組織です。ここにあるいくつかの企業のメンバーもですね、今日のセッションに何人か登壇する予定です。
そして具体的な活動領域なんですけれども、大きく4つあります。で、1つ目がですね、XR 広告コミュニケーションということで、まさに我々のドメインのところの領域ですね。で、2つ目がですね、バーチャル空間、メタバース、アバター、こういった新しい先端領域の研究開発、それとソリューション開発、そういったものをやっています。で、3つ目が XR コンテンツということで、各メディアの皆さん、それとコンテンツホルダーの皆さんといろんな事業開発をするような企てを行っています。で、最後4つ目がですね、 XR コンサルティングということで、まあさまざまなこう事業、あるいはサービス開発、そういったことのコンサルティングの段階からお手伝いをしています。はい、それでですね、いくつかの企業さんとはすでにいろんな取り組みをさせていただいていて、すごく簡単にですけれども、こういった実績が今出始めているというような段階です。で、こういった活動の中でですね、少し見えてきているいろんなものがありますので、今日は4つのセッションでこの XR 領域のですね、ビジネスの可能性、マーケティングの可能性、これをセッションしていきたいというふうに思います。ではセッションをご覧ください。はい、まずはじめのセッションです。生活や XR 空間のビジネスの可能性と対して、まず最初にお話を伺うのはレブワールズバーチャル伊勢丹を率いておられる三越伊勢丹の中田さんです。はい、今日はどうぞよろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、中田さんの方からバーチャル伊勢丹とは、はい、何かっていうのをお話しいただけますか。はい、ありがとうございます。はい、バーチャル伊勢丹というのはもう文字通りこう仮想空間上にこう伊勢丹をこう建築して、こう24時間いつでもどこからでもアクセスができるというところが、概要になるんですけれども、この仮想空間上ってさまざまなこうビジネスの可能性を持っていると思っておりまして、今映像でこう出ておりますように、こうデジタルツインのようなこうリアルを模写しない、するようなものではなくて、少しアレンジメントをこう聞かすことができる拡張性があったり、でまたこの空間内に自分のこうご自身のこう友人であったり恋人だったり家族だったり、誰とでも一緒にこうアクセス、一緒にこう入れるっていうようなところが、今までのこうオンラインコマースとかにはなかったようなこう強みとしてあるんではないかなと思っています。実際この中でこう買い物がしたいっていうだけではなくて、ユーザーはこう移動を楽しんだりこう住んだりっていうようなもうライフスタイルそのものが今バーチャル空間上にこれからこう出てくるかなと思っております。はい、なのでこう提供価値としてはなんですが、こう今のこうオンラインコマースの中でこう思い出に残るようなこう EC 体験ってあんまり私はしたことがないんですが、誰かと一緒にこうアクセスをして、お品物をこうご購入されたりするところに、こう昔私が感じたようなこれをおばあちゃんに買ってもらったあれなんだよなみたいな、付加価値がこう想像がすごくしやすいのがこう提供価値としてバーチャル空間のこうポテンシャルがあるんではないかなと。でもう一点はビジネスのこう可能性の中で私が注目しておりますのがこのデータ販売というところが一つあります。はい、アバターがこう身にまと こうアバター用のこうファッションお洋服、こういったものが実際にこうアバターを操作するお客様が求めるお品物になりますので、その際にこうデータというところはこう在庫がなかったり、また販売可能額が無限であったりというような、はい、メリットはこうリアル世界での小売業が抱える課題も同時に解決ができるんではないかなと、はい、考えておりますので、まとめますとこうリアルと同じくらいこう拡張性があって、でかつお品物はこうデータっていうところになるというところが、ビジネスとして非常に大きいポテンシャルがあるんではないかなと感じます。はい、ありがとうございます。まさに、伊勢丹さんのドメインというか、はい、ファッションは伊勢丹さんのね、すごい、なりわいじゃないかなみたいなことを思ってたんですけど、早速なんですけど、はい、ちょっと突っ込みさせていただきます。はいはい、今質問が出てるんですけど、はい、今のねお話も含めてなんですけれど、はい、立ち上げられてから、はい、まあバーチャル伊勢丹っていうのを伊勢丹さんがやり始めたぞっていうことで、はい、結構、いろんな方々がちょっと注目してるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけども、はい、単刀直入に、はい、ビジネスの手応えみたいなものが今どんな感じなのかって、はい、教えていただいてもいいですか。はい、
正直なところを申し上げますと、作りたい、描いているゴールビジョンというか、ビジネスの規模に対しては、まだまだ本当にもう2%から3%ぐらいというところが、今の進捗ぐらいかなと思っております、レバーズとしても。ただ、一つ、ビジネスの手応えという意味では、これはレバーズがというよりは、もっと広義に捉えてたんですが、コロナの影響はすごく大きかったなと思っておりまして、今まで過去バーチャル世界って何回かトレンドは来たと思っているんですが、まだまだ少し市場が、ゲーム好きな方であったりっていうので、私もそうだったんですけれども、小さかったなっていうふうに思っておりますが、コロナがあってなかなか外に出れなかったり、コミュニケーションが取れなかったりっていうところに対して、すごく今回のコロナ1年半前からバーチャル空間がすごく大衆化したなっていうのは個人的に思っておりまして、なんかいよいよバーチャル空間が求められるフェーズに入ってきたかなっていうところは、ビジネスとしての手応えとしてすごく私だけじゃなくて感じております。そういう意味で言いますと、リアルな百貨店としての伊勢丹とバーチャル伊勢丹っていう、バーチャルでの百貨店なのか都市なのかっていうところなんですけど、この何て言うんですかね、OMO というんですかね、行ったり来たりみたいな、そこの相乗効果みたいなものってどんなお考えをお持ちなんですか？そうですね。もともとはバーチャルで先行して、若者を対象顧客として百貨店をって思っていたんですが、まさに今おっしゃってくださった OMO という観点では、実は想像以上に既存顧客というか、日頃三越さんご愛顧いただいているようなお客様からのお問い合わせとかが多くございまして、中には70歳、80歳という方からお電話をいただきまして、日課として百貨店で婦人服でお買い物をしていたんだけれども、コロナでなかなか行けないので、バーチャルで奥様とデートする方法を教えてくれっていうようなお電話をいただいたりっていうところが、そうですね。なので、想定外のターゲットといいますか、若者向けなんだな、バーチャルっていうところは少し考えを改めようと最近すごく感じているところで、できれば親子3世代でこの空間上にアクセスしてほしいなっていうふうに思ってます。今思ったんですけど、やっぱ百貨店ってそこにいること自身が楽しかったりとか価値だったりするんで、購買するっていうことと、そこで楽しむっていう、両方をやろうとすると、実はバーチャル空間もありなんだなっていうのは、すごい思いますね。そうですね。まさに EC でスマートに時間短縮っていうよりは、バーチャル空間上では彼女にデートに誘われて、彼女のお買い物に付き合うみたいな、むしろ時間がいっぱいかかった方が価値が生まれやすい空間の一つかなっていうのはすごく思うので、そっち方面をすごく頑張りたいなと思います。面白い話で、すでに、そんな話になってるんですけれど、ちょっと2つ目のご質問で、御社はまさにメタバースじゃなくてオムニバースありがとうというふうに言われていて、そういったことで言うと、さっき今の話もあったんですけど、バーチャルがあるからこそリアルな、我々がどういう体験の拡張があるのか、そういったところをお考えとか感じていることをお話しいただけるとありがとうございます。現実世界とバーチャル空間は併用していく世界が来るだろうなと個人的には考えておりまして、リアルな自分とオンライン上のアバターの自分って、2人の自分を使って、もしくはもっと多くの自分を使って自己実現をする世界が来るなっていうのはすごく感じてますので、バーチャル空間ではリアル世界の、お品物を展開するだけではなくて、アバター用の商品も展開して、ユーザーは気分に応じてそれぞれのお品物とか使い分けてほしいなっていうのはすごく感じてます。その辺の何ですかね、考えられていることが実際に今の、バーチャル伊勢丹ウェブワールドに反映されていると思うんですけど、もっとそこのUX デザインみたいなところにちょっと踏み込みたいなと思うんですけど、それは中田さんのお仲間にお話を伺うような感じによろさしくせていおただ願いきします。ますね。まずはこのセッションをこんな形でとても有益なお話をいただきまして、ありがとうございました。この流れでですね、今のバーチャル空間の実製作、UX デザインの話をできればと思っています。で、お越しいただいたのは、中田さんを支える若きリーダーの、同じく伊勢丹の丸山さんと、博報堂 XR のメンバーでもあって、このプロジェクトの開発パートナーの実際のエンジニアの川島さん、
クラフターの川島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、実際の今のウェブワールド、バーチャル伊勢丹がどんな UX になっているのか、ちょっと映像で見ていただきながらお話をいただければと思います。じゃあちょっと流しますね。はい。今このキャプチャーがまさにこうアプリの中の画面を使っているものなんですけれども、はい、機能としては、お買い物が今できますよというところがありながら、やっぱりこうコミュニケーションをたくさん取っていただきたいというところで、はいはい、アバターを使ってこうチャットだったりエモートっていう表現で、ユーザー同士のコミュニケーションをしていただきたいところを前提にした今世界観になっております。はい、だいぶ可愛いですね。そうですね。なんかさっきの中田さんの話とね、見させていただいたものとはちょっとなんか進化してるなって思うんですけど、実際の今のこのレブワールドの UX デザインのこう考え方とか思想、はい、あるいはなんかそれをどういうふうに作られているのかみたいな話をちょっと教えていただいてもいいですか。はい。もともとのコンセプトとしてきっかけをインストールしようというコンセプトを掲げているんですが、もう一つの世界を作るような、話だなというふうに思っているので、その中でこう生活者の方々が思わぬこうコンテンツに出会ったりとか体験に出会うみたいなところが全体設計の主層としてはあります。それを実現するためにコミュニケーションっていうものがすごく重要だなというふうに思っていて、今書かせていただいているショッピングだったりドライブだったりゲームエンタメみたいなものもこうゆくゆく実装したいなと思っているんですが、そういったものがこうコミュニケーションをベースにこう盛り上げていきたいとか、できたらすごくいいなというふうに思って設計を今しております、はい、チームコミュニケーションが盛んなんですか。そうですね、クラスターさんとは週に3回、最低3回定例として組ませていただいていて、まさにこう機能の実装タイミングだったりとか、そういった時にも一個のショップを作る時でも、一つ一つこうディスカッションを重ねながら、川島さんはじめクラスターの皆様と、ご相談させていただきながら進めているという状況ですね。まあ、一般的には多分こういうメタバースにね、参加した企業を参加する時って結構こうお任せみたいな形になるようなイメージがあるんですけど。なんかがっつりね、かなり口出させていただいてます。 3D もさってほしい。そうですね、 3D をやらせていただいて。バンさん 3D のソフトでいじれるんですか。あ、そうですね、勉強させていただいて、まだ全然初心者なんですが、少しずつ勉強させて、まさに川島さんとかにもビデオつなぎながら教えていただいたりとかじゃあもう今、ね、Unity もされるんですか。そうですね、すごいですね、やらせていただいて、モチベーションが、はい、とんでもないです。やっぱり最初の方でこう描いてた中田のムービーにもあったかと思うんですが、はい、こういろんなことを僕たちとしてはやりたいなというふうに思ってしまっていた中、やっぱりこうクラスターさんとこう会話をした時に、いきなりこれを初期でバンってやるのはかなり難しい、はい、スマートフォンでやりたいっていう前提もある中で、結構ハードルが高いっていうところで、現実界をこう出していただきながらこうだんだんこう要件を詰めていってステップアップさせて機能を充実させていくっていうフローは、今の機能実装でもかなり生きているしそうなので、そこを最初にこう川島さんはじめクラフターの皆様に、植え込んでいただいたという感じです。あ、まあ、でもこのスケジュールの中でそれをちゃんとご理解していただいて、しかもどん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 それ変えてアイデアいただくみたいなことはやっぱりその作り手側の制約みたいなところも理解されてないといけないと思って、なんかすごいなと思って、なんか結構超長発しやりながらな感じがしてるんですけど、プロジェクトメンバーに女性はいらっしゃるんですか。そうですね、立ち上げの初期から、女性のメンバーは入っておりまして、もともとこうターゲットとしてこう女性を主婦の方が使っていただけたりもしたら嬉しいっていう思想があったので、最終的にこう機能を作るときにも女性にこれどう思う、うん、この動線どうとか、このビジュアルどうとか、そういったところは聞いて、作っておりました。縦型にしたのも、そうですね、女性の意見ですよね。スタート時に、はい、やらせていただきました。まさにこう一番スタートの段階でアバターをこうデザインしていただくところから、このサービスが始まったと思っています、ね、はい、まさにこの時にもこう女性の意見を取り入れながら、
かなりアニメ寄りなアバターにするか、もっとリアルなアバターにするかみたいな話があった中で、結構女性としてこの中間ぐらいの今まさに映っているアバターがこう伊勢丹としてファッションを表現しつつ、アプリとして親しみやすいっていうところで、このアバターをクラフター様にデザインいただいて、はいはい、そこからこう伊勢丹の本館だったりとか、デパ地下だったりとか、いろんな世界がこうできていったというプロセスですね。アバターからこう世界観ができている、そんな感じで作っていったんですね。ちなみにもっとデフォルメしても良さそうなもんなところもあったと思うんですけど、その辺はどういうことだったんですか？やっぱあれですよね、ファッションを、ね、まあ、やっぱり一番強みがファッションなので、まあ、そこを、まあ、取り込みして発展しているのが提案できるような形っていうところで、まあ、今デザイン、まあ、落ち着いたっていうところですね。うん、ですね、やっぱり本当はもうちょっと投資に上げたかったんですよ、ね。まあでもさすがにそうなってくると、まあ、ちょっと慣れ親しまないような、うん、ものになってしまうということで、まあ、今の形になったっていう。ありがとうございます。なんかその辺ね、すごく深く聞きたいところなんですけど、ちょっと次の質問をさせてもらうと、まあ、今立ち上がって実際にユーザーの方も結構いらっしゃっていて、こうどんな反応ですか？今ユーザーでいうとこう女性の比率が半数近く、はい、になっておりまして、かなり女性の方々に使っていただいているっていうところが、おそらく他の VR プラットフォームとも少し違った特徴点になるかなとは思うんですが、やっぱりそういった方々が使ってくださるっていう中で、かなり親しみやすいとか、可愛いっていうお声を Twitter とかで、いただいているところを、よく拝見させていただいております。あと思いがけないところで言うと、はいはい、デパ地下をクラフター様にかなりこう成功に作っていただいたんですが、そこでずっとこう走り回って、普段デパ地下を走って、そうです、そうです、リアルなデパ地下走れないので、はい、ばあちゃんの方でうわーって言いながら走り回っていただいて、その様子を動画とかでツイッターに上げてくださる方々とかは、もう僕らの定例でもそういう方々をこんな人いましたって話して、はい、めちゃくちゃ面白いでって話をさせていただいたりします。ありがたいですね。ありがたいですね。なんか頑張ってね、時間ぐらいずっとね、一番近い方に足を回してもらって、そうですね、閉店後に撮影させていただきました。そんな発見はありました。レムナルズ、犬とかいますよね。あ、そうですね。走るときは犬と一緒に走ってるんですか？ついてきます。あれなんか長谷さんがね、まあ簡単に言うと寂しいってことですね、一人それ長田さんも思う。そうです、そもそもスタートなんかそうですね、なんかこう常にお供が欲しいというそういうなんかところから来てて、まあでも実際いるとやっぱすごい可愛いですし、うん、よかったなと思ってますなるほど、はい。なんかそういうのもバーチャル空間だからできるこう楽しみというか、うん、ね、ショッピングとかリアルで行くとなかなかこう動物とかね、ペットとか連れて行けなかったりするので、うん、なんかそういうのが面白いなと思いますね。うんうん、その意味で言うと、ちょっと次の質問に行かせていただいて、バーチャル伊勢丹にこだわらずですね、なんかこういうバーチャル空間の UX を実際に制作されていて、なんかその可能性とかこんな拡張性があるんじゃないかみたいなことをちょっとお二人から聞けるといいなと思ってるんですけど、はい、丸山さんいかがですか？はい、僕2つあるかなと思ってまして、はいはい、実は前に三越伊勢丹のウェブサイトの方の、UIUX っていうのをやらせていただいていたんですが、やっぱりその時にはどうしてもこうテキストと画像と動画とっていうのの組み合わせでしかこうブランドを表現できないっていうもどかしさを少し感じていたんですが、はいはい、そこが 3D になった時にやっぱり床や壁や装飾重機とかもこう自分で作れるっていうところで、ブランド様がこう伝えたいメッセージとかプロダクトが表現したいことっていうものをより明確にこう伝えることができたなっていうところは、クライアント様からもすごくご好評いただいている部分で、 3D における可能性の一つかなというふうに思っています。というのが一つと、もう一つはやっぱりこう 2D の方のウェブサイトではいかにこう便利に早くプロダクトに取り付けるかっていうところがやっぱり命になるので、そこを UI 的にもかなり集中してやってたんですが、 3D の場合は空間としてただいるだけでなんとなく心地よいとか楽しいと思っていただけるような空間設計っていうところを心がけて
やっているっていうところがかなり違うと思うかな。そういう感覚になってるんですね。めちゃめちゃ面白いです。川島さんはどんな感じですか？そうですね、やっぱ僕はやっぱすぐ石田さんがやっぱそういう敷居が高いというかやっぱ入りづらい、そうです、帰ってきて部屋にこもってやってる人間からするとすごく入りづらいですね。まあそこら辺がまさに XR として僕、うん、体験できる部分になってきますし、まあ、僕とも違った理由で例えば遠方に住んでる方とか、うん、まあ、もしくは、高齢者で体をもし最近移住動かさないような方とか、うん、まあ、いろんな理由で、まあ、精神的な部分だとかそういった部分に人に対してこう買い物体験っていうのは、まあ、現状他に EC しかツールがないので、まあ、そこにもう一つ選択肢としてこういったサービスが利用してもらえるようになると、まあ、素晴らしいなと思ってちょっと頑張ってますっていう感じですね。はい、はい、なんかそうですね、その先ほどの世界観の話とやっぱりちょっとねアクセシビリティみたいなところですごく可能性があるんじゃないかなと感じたんで、なんかすごく新しいことができそうな予感をすごく感じました。でお時間が来てしまったのでこれで、終わらせていただきたいと思うんですけど、今日はとっても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては、こういった XR 空間上の、広告ビジネス、を開発している、博報堂 XR の、新井です。新井君よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、新井君はどんなことをやっているか、はい、紹介をしてもらえますか？はい、新井です。よろしくお願いいたします。現在博報堂 XR のプロジェクトとして XR 領域における空間広告のサービス事業アローバというサービスを展開している新井と申します。このサービスについて簡単にご紹介させていただきます。アローバはゲームやエンターテインメントをはじめとする近年急成長を遂げているいわゆるこうバーチャルコンテンツ XR コンテンツにおける日本初めての専門マーケティングチームとして立ち上げさせていただきました。仮想空間領域におけるこうメディアデザインであったりですとか広告プロダクトのサービス展開というところを行っておりまして、うん、アロバのメンバーでは元大手ゲーム会社に在籍していた人間を通じてこうゲーミフィケーションの成り立ですとか、うん、あとは先ほどの三越伊勢丹様やテレビ朝日さんといった国内の大手事業者様との取り組みをさせていただいております。アロバの事業領域は大きく2つございまして、インゲーム広告と XR 空間広告という2つの事業を展開しております。インゲームの方ではゲームコンテンツの世界観に深く没入する形での、世界観にマッチしたブランディッドなコンテンツの展開というところと、うん、XR の空間広告では、うん、バーチャルライブですとかオンラインカンファレンスといった XR 環境を用いたイベント形式の、空間内でのプレイスメントといったところを扱わせていただいております、うん。先ほどのレブワールズとの取り組みでは三越伊勢丹様が展開している仮想都市の中では今後通常の屋外広告アルタビジョンのようなものですとかさらにそこから派生するさまざまなオブジェクト、うん、人や物といったものをブランデッドなコミュニケーションの媒体として展開させていただいております、うん。事業のスキームとしてはそういった XR のコンテンツホルダーの皆様と当該空間を用いた XR の広告枠を共同開発させていただきまして、うん、アロバのソリューションで媒体価値算定を行った上適切な価格で広告主様への展開を行わせていただいております、うん。新井君だいぶ若いと思うんだけどこれって新規事業だよね？そうですね、はい。なんでこれをやろうと思ったんですか？そうですね、アローバを立ち上げさせていただいたのは2020年、去年なんですけれども、うん、昨年皆様もご存じかもしれないですけど、やはりその生活環境がかなり激変した年かなというふうに思っております、うん。私自身仕事やプライベートどちらでもかなり激変した年かなというふうに思っておりまして、うん、簡単に紹介させていただくと大きくこの3つ、やはりコロナ禍による生活様式の変化でかなりニューノーマルに形容されるように、うん、人々の交流のあり方とかコミュニケーションが大きく変わった年かなというふうに思っております、うん。こういったようなオンラインのカンファレンスもそうですし、オンラインのミーティングだったりですとか、プライベートでもこうバーチャル上で飲み会をしたりだとか、うん、人々が集まるといったような変化が見られたかなというふうに思ってます、うん。なんか今小学生とかも放課後で集まるのは校庭じゃなくて動物の森みたいなところも聞いてますけども、うん、そういうのもやはりこう技術の進歩、 5G をはじめとする、技術の進歩によるエンタメ体験の高度化やマネタイズ手法がどんどん多岐化していくことによってコンテンツラインナップがどんどん拡充されたことっていうところも示唆されになってるかなというふうに思っています、うん。
そうした中でアローバを立ち上げさせていただいた背景としては、こういった XR コンテンツが前述の変化によりましてこうメディア化の潮流がすごく生まれた年かなというふうに思っています。フォートナイトをはじめとする数億人を抱えるようなメガプラットフォームも生まれましたし、そうした中でこうバーチャルコンテンツにユーザーがどんどん入ってくることによってその中で単純にこうプレイをするだけではなくこう人々の交流体験の共有みたいなところでこうライブを一緒に観戦したりとかっていうところでいわゆるメタバース化がすごく進んだかなと思っています。そうしたところでメタバース化におけるこう人々の交流が生まれる場になるとやはりこうメディアとして機能するのが必然かなというふうに思っていまして、さまざまな広告主様が海外を中心に参入しているというところを目の当たりにしてこのサービスを立ち上げさせていただきました。なるほど。なんかまさにフォートナイトのトラビス・スコットがね、そうですね、広告業界でも結構話題になりました、ね、はい、まさにアローバもそれを見て着想を得たというか、すごく衝撃を受けました。そこでちょっと質問なんだけれども、こういったバーチャル空間における、広告体験とか広告ビジネスの可能性っていうのは新井君から見てどういうふうに映ってますか？そうですね、率直に申し上げると本当に無限にあり得るかな、無限、はい、もう無限にもう何でもできるっていうところがやっぱり XR の強みかなというふうに思ってます、短い時間なのでご紹介が足りないんですけれども、やっぱりこう仮想空間ならではの提供価値として、従来的なこうプッシュ型広告、いわゆる広告主からユーザーの皆様への直接的なコミュニケーションとは異なって、やっぱり XR の空間内ではユーザーの皆様に体験をさせしていただいたりですとか、参加していただくような形でこうユーザーの皆様と一体感を持った訴求が可能になるかなというふうに思ってます、例えばこうゲームの世界観のコンテンツに没入したその世界観の中でキャラクターが商材を応援するようなブランデッドな広告だったりですとか、実際にこうユーザーの皆様がこれまでは CM で見ることしかできなかった例えば車のような商材を乗ったりとか広告で遊ぶみたいなこれまでにないインタラクティブな仕掛けをできるかなというふうに。また別軸で考えると、XR 環境ではデータの利活用というところも無限の可能性があるかなというふうに思っています。ユーザーの視点データを用いてユーザーの皆さんがどこを空間内で注目しているのかというところを例えばヒートマップ化することで、その中でより最適な広告の露出だったりですとか、仮逆にこうユーザーの進行を邪魔しないような危機感を生み出さないような形のコミュニケーションが可能になるかなというふうに。また体験というところでもユーザーがどのような体験をしてどういう表情で楽しんだかというところを深く追い求めることで最適なクリエイティブについてもこのデータを活用することで導き出すことができるかなと思っています。またリアルとの連動というところも含みまして、こちらテレビ朝日様と今一緒に展開させていただいておりますバーチャル六本木というコンテンツ内での XR 広告といったところに関しては、例えばこう番組でトレンドをする形だったりですとか、リアルロケーションの六本木と連動する形でこう OMO 的なリアルとオンラインをまたいだインタラクティブな施策ができるかなというふうに思っています。なるほどね。XR 空間といってもフル VR みたいなものからリアルとこう絡む、なんかそのいろんな空間があると思うんですけど、さっきのフル VR とはまた別で、AR みたいなリアルな場所での広告、AR 広告みたいなものっていうのはちょっと違う感じもしていて、はい、そこの新井君の見立てというか、はい、感覚はどんな感じですか？そうですね、今別の事業者様と一緒に、AR のリアルロケーションを用いた広告事業も展開させ、準備させていただいておりまして、先ほど無限というふうに申し上げましたけど、AR はその無限であるがゆえの弊害ともしっかりと対応しなきゃいけないかなというのが、やはりリアルロケーションを活用することでそのユーザーの皆様の生活を阻害しないようにですとか、法律的倫理的に NG なものは出さないようにっていうところで、よりこう慎重に進めていくべきかなというふうに思ってます。こうプレイスが無限にあるがゆえに可能性としては魅力的に感じながらも、そういうところをしっかりと整理してユーザーの皆様の体験価値を最大化させるような取り組みを今できるように進めさせていただいてます。でもなんかそこが整備されてね、すごくクリエイティブのキャンパスが広がるとめちゃめちゃいいですね。そうですね、すべての場所が広告の場になって、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ちょうど時間が来ましたの で、はい、今日はとっても楽しかったです。ありがとうございました。楽しかったです、ありがとうございました。続いては一転してバーチャル空間における、自分の話をできればいいかなと思っていまして、生活者アバターに関してお話を聞きたいと思います。
今日来ていただいているのは、VRC さんの爽やかビジネスプロデューサー、清末さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず、VRC さんの紹介を、はいはい、まずお願いできますか。あ、はい、ありがとうございます。弊社はですね、VRC と申しまして、3D のインフラ技術を作っているような、技術に特化した会社になります。で、弊社は 3D アバターを実生活の課題を解決するために使えないかというふうに考えていまして、今いろんな技術を開発しているような会社になります。で、ちょっとまず動画の方を見ていただければと思いますけれども、はいはい、弊社はまず、人体をですね、一瞬でアバター化させるこういう装置を持っています。で、装置の特徴としてはですね、撮影が 0.2 秒でアバターが生成されるまでわずか20秒ということで、このスピードは多分世界最速だと思いますけれども、一瞬でアバターができるような仕組みを持っています。で、プリクラみたいな形でタッチパネルで操作して、こういった形で3、2、1で一瞬で出てくるんですけれども、最近でいうとこういうエンターテインメントこうバーチャル空間での利用であったりとか、あとはですね、まさに今箱戸さんともやらせていただいてますけれども、バーチャル試着の技術をアパレル業界で使っていただくためにですね、バーチャル空間上でこうリアルタイムに服の質感とかもどう表現するかとか、でリアルタイムオートフィッティングをどういうふうにするかみたいなところの研究開発から自分たちでやっていたりしています。で、あと撮ったアバターデータはサイズ情報とかかなり正確なので、これをですね、ヘルスケアとか医療の分野に使っていただけるような形っていうのを目指していまして、で、そういったようなこうあらゆる応用分野でアバターを使うような未来っていうために頑張っているような会社です。で、アパレルのところなんですけれども、こういったような撮影したアバターが一瞬で生成もされますけれども、その一瞬で生成されたアバターをリアルタイムにシミュレーションしたこう服 の, 試着体験というところを今アパレルさんにも導入しているというところを目指してやっていまして、まさに箱戸 XR のチームとは先日共同研究の発表もさせていただいて、我々で作った技術というところを、生活者視点でいろいろフィードバックいただいて研究開発にも当てているというような取り組みも今まさにやっています。まず VRC さんはリアルアバターですね、はい、リアルアバターに軸足を、置いてやられているので、その、マーケティングのこう可能性みたいなものを、お話しいただければなと思っているんですけども、はい、ありがとうございます。我々は本当に創業当時からこのリアルにフォーカスしているんですけども、はい、想像しやすいところでいくとアバターを、エンターテインメントのメタバース空間とかで使うっていうのは、すごく想像しやすいなっていうふうには思うんですけども、はい、我々そのアバターをアバターとしての利用ってだけじゃなくて、リアルになるとアバターに付随するその寸法情報とか、骨格情報とかいろいろな情報っていうのが詰まっているので、それをちゃんとこう個人情報としてちゃんとセキュリティ万全に管理をして、あらゆる場面で使うということを目指しています。なのでアバターのところではないですけども、例えば御社のそういうこうマーケティングの事業とかで、いろんなパーソナルデータって取られていると思いますけども、そういったものとこう組み合わせることによって、よりその精度が高い、最近のトレンドワードでいくとそのトレーサビリティとかそういうキーワードありますけども、そういった精度が高い情報をマーケティングにも使えるというところは一つ目指しているようなところでございます、もうまさにポストクッキー、クッキーが取れなくなった時代の後のデータの問題っていうのは結構僕らも課題になっていて、なんか身体データもさらにね、そこまで取れるといろんな可能性があるかなって思いますね。そうですね。はい。そうするとちょうど今次の質問に入れそうなんですけれど、まさにデータっていうお話になってくるんじゃないかなっていうふうに思っていて、今後どんな活用の仕方がありそうな感じですかね。そうですね。我々がこう想像している未来というのは何かエンターテインメントとかこうきっかけに作ったアバターが、例えば何か 1ID で管理されて、でその ID を使ってですね、例えばそのアパレルのサービスとつないだりとか、ヘルスケアのサービスとつないで、いろんな分野で自分の情報をこう活用していくっていうところを目指しています。で特に短期的に今我々がちょっと技術的に乗り越えていってるのが特にアパレルのところで、今アパレルで言うと、もちろんその、通販サイト上での試着体験が、
あんまりその良くなくて、例えば返品率が上がっちゃったりとか、まあ、そういった問題というところに対して、まあ、我々の技術で解決しようというところもありますし、あとその生産の領域に関しても、アパレルさんがその抱えていらっしゃるお客様の体系情報がもっと分かるようになれば、今こう生産量っていうのがかなりその事前に大量に作っておかなきゃいけなくて、まあ、それがこう環境問題とかにも影響してしまってるんですけども、まあ、そういった分野への貢献というところもまあ我々できるんじゃないかなというところで、今絶賛開発をしております。アパレルだけでも結構ねバリューチェーンの中でいろいろ使えるんですね。はい。ちなみに他の産業だとどんなところですか？そうですね、今その次のフェーズとして目指しているのが、はい、特にヘルスケアの領域で、取ったそのサイズ情報を、まあ、例えばその BMI 値とか、体重とか、そういう健康情報と組み合わせることによって、はい、見た目とそのじゃあ実際にその体重の情報がどういうふうな関連性があるかみたいなところも紐付けられるんじゃないかなというところもありまして、まあ、まずはそのサイズの精度を上げていくというところにフォーカスしてますけども、まあ、今でもかなり精度は高いんですけども、医療で使える精度というのはもっと求められるかなというところもあって、まあ、そこは自分たちも研究開発頑張っています。はいはい、もう聞けば聞くほどいろんな可能性があるんですけど、はい、すいませんお時間がそうですね、はい、まさに生活アバターっていう捉えて、はい、XR 空間上で自分がどう、まあ、生活していくのか生きていくのかみたいなお話の、まあ、一つのヒントになったんじゃないかなっていうふうに思いますので、はい、今日はご登壇いただきましてありがとうございます。こちらこそありがとうございました。セッションは以上になります。この後質疑応答の時間になりますので、お気軽にお問い合わせ、ご質問いただければと思います。本日はありがとうございました。